On the ice, representing Ukraine, Yulia Lafrenchuk. 8番 Yulia Lafrenchuk さん、ウクライナ。ウクライナ、キエフの学生です。去年の世界選手権は9位。ラフレンチク。リーベルタンゴ。の予定でしたが、はい、最初のトリプルルッツが1回転になってしまいましたね。ダブルアクセルです。トリプルフリップ、これは無難に決まりました。ウクライナの19歳ラフレンチク、終わった後も少しこの沈みがちな表情を一瞬見せました。まあ、なんといってもやはり最初のコンビネーションが決まらないと気持ち的にもちょっと乗ってきませんよね。そうですね、非常に残念です。その後の要素ではうまく持ち直してきたんですが、まあ、本人のこの表情からもその辺の悔しさというか無念さが伝わってきます。日頃からの元気いっぱいに頑張っているんですが、練習ではかなりうまく飛んでいたんですが、これはあの塔をつくときに、はい、あの塔というのはつま先ですね、まっすぐつかないで、はい、斜めから刺してしまったので、バランスを崩してしまいましたね、はい、そしてこのトリプルフリップはきちっと後ろからついたのでまっすぐ上がることができました。となると最初の失敗の原因が本人分かってたってことになりますね。滑りながら そうですね、そういう失敗をしてはいけないという気持ちがそのトリプルフリップには見られました。ただショートプログラム、まあ、各要素のやはり出来不出来、できなければ減点というそういう厳しい2分40秒間です。やはり少し考えすぎてしまったのでしょうか、はい、こういう時にはどうなんですよ、点はどの辺かなっていうことをやはり計算しながらこう待ってるもんですかね。そうですね、
非常にいろいろなことが頭によぎっているのではないでしょうか、はい、やはりあのオリンピックをみんな目指して練習してきますから、The marks for Yulia Lavrinchuk そうですね Required elements 4-5 4-8 elements 4-5 4-8 やはり5点台はフランスのジャッジ1人だけです 4-9 4-8 and 5-0 Presentation 4-9